はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第305回でございます。今回のテーマがお金は追いかけると逃げていくっていうテーマですね。で、本編話す前に2週間かな、丸々2週間空いたと思うんですけど、久しぶりのダラダラジオでございます。お待たせいたしました。やっとですね、息子2人の溶連菌とインフルエンザが治りまして、あの撮影がね通常通りできるようになったので、今回このテーマで喋っていこうと思います。皆さんも体調お気をつけください。かなり流行ってるらしいんでね、今新型コロナのこともあるんですけど、でこのテーマはですね、自分が、営業マンをやってた頃ですね、大学卒業して1年目の会社で一番お世話になった所長がよくおっしゃってたことなんですけど、まず皆さんに質問がありますと。皆さん、お金は好きですか？私は大好きです。ということでですね、お金よりも大事なものがあるよね、みたいなこともある。それはあります、あります。あるけど、お金を嫌いな人ってなかなかいないと思うんですよ。好きか嫌いかって言ったら好きじゃない？で、自分はですね、平均値を取った時に、人間の平均を取った時に、お金めっちゃ稼ぎたいっていう方ではないと思ってます。できれば稼ぎたいですけど、そこそこの生活できてればいいかなみたいないうタイプなんですね。で、みんなもさ、これからお金持ちになりたいとか、俺みたいにね、そこそこ稼げたらいいなとかっていろんなタイプがあると思うんだけど、できれば稼げる方がいいと思いますよ。思いますよね。はい、同調求めてますけど、同調してください。うなずいといてくださいね。ラジオなのにね、ここ強調するっていう。で、今回はそのお金は追いかけるなよっていう話をしたくって、で自分がね、その大学生の時はもちろんバイトをしてましたと。で、コンビニの夜勤をやったりとか、最終的には焼き鳥屋さんでね、焼き鳥焼いてたんですけど、自分はただその実家から大学通うっていうのが、その一人暮らしをしないっていうのが大学進学の条件だったので、その家を行ってきますってドア出てから大学の正門行くまでに2時間半ぐらいかかる距離で行ってたの。群馬から東京学芸大学ってとこまで行ってたんで、だからなかなかさ、バイトする時間が取れないんだよね。普通になって、学校終わって家帰ってきちゃうとさ、そっから2時間半足されてるから、やっぱり夜のバイトというかね、そのコンビニの夜勤だったりとか居酒屋とかも夜が多いからさ、でやってたんだけど、なんで朝の5時まで焼き鳥焼いて、そっから学校行くとかね、コンビニも朝の6時までやって学校行くとかもあったんだけど、でもお金稼ぎたかったんですよ。お金なかったんで。で、営業っていうのはさ、その何、契約数っていうのかな、その売れた数だけ、出来高制だから、売れれば売れるほどお金が入ってくる。でお金持ちになりたかったから、お金欲しかったから頑張って練習してって営業マンやってたんですけど、でもその後にその塾講師に転職したんですよ。で塾講師、塾講師やってる時は、塾っていうか教育が大好きなんで、3年経った時に独立をするか、この会社でずっと頑張っていくかっていうのを決めようって思って、もう入ったの、その時に自分では思っていて。で2年経ったぐらいからさ、ちょっと考え始めるじゃん、どうしようかなっていう。で独立した時のことも考えるわけよ。もちろん独立したらさ、何も会社は自分のことを守ってくれなくなるから、だからどうプランニングしていこうかなとかね、やっていこうかなとか、いろいろ考えていく中で、教育ってね、お金になりにくいんですよ。教育分野ってお金にすごくなりにくいとこだと思っていて、家のね、その家庭の収入の中で教育費って結構な比重を占めてるご家庭も多いんですよ。もともとすごく多かったんですね。やっぱ子供のためにとか、あとは今おじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃるので、シックスパックって言って、シックスパックじゃない、違うそれ違うわ、それ腹筋だ、シックスポケットか、お父さんお母さんとお父さんのおじいちゃんおばあちゃんと母方のおじいちゃんおばあちゃんっていう6人のポケットからお金が出てくるみたいな、子供のためにね子供と孫のためにかっていうので、教育費が出しやすいなんて言われるんだけど、でも家の中でそのお金がちょっと足りないからどっか削らなきゃみたいな時に、一番削りやすいのも教育費なのね。やっぱ食費とかさ、生活費ってなかなか削りにくいよ。だって教育費って塾やめれば1万何千切れるんだもん、節約できるから。だから、そういった意味でもお金になりにくいと。でもやっぱ独立したらさ、やっていかなきゃいけないから、どうしようかなって思った時に、例えばその自分で塾をやってとか、今さ、オンライン授業とかもできるじゃん。パソコン1個あって、みんなをさ、オンラインで家庭教師することもできるし、そうやってめちゃくちゃ月謝高いのも取れるんだよね、実際に。今までの成果があれば。でも、それは違うなって思って、
でその時にやっぱりその所長の言葉のお世話になったね所長のお金は追いかけるなっていうのを思い出してそうだなって思っていろいろ考えた結果たまたま思いついた YouTube にあって思ってでもうお金ならないの分かってた当時俺、YouTube 投稿し始めてから丸々1年は広告収入のこと知らなかったんで丸々1年無収入でやってたんだけどでまあそのなんだろうプランニングとしてはいいやって思ってそうで始めたのねでちょっと話が2点3点しちゃったんだけどなんだ何言おうと思ったんだけどあそうそうでその所長のさお金は追いかけるなっていうのには続きがあって追いかけるなと必ず後からついてこさせろみたいなことをおっしゃってたのそう人と本当は人とが入るんだけどね人とお金は後からついてくるそこに情熱とかがきっちりあれば必ずついてくるだからまずはお金を儲けようとか人の信頼を得ようっていうのを抜きにして自分のやりたいことをまず突き進めとっていうのをおっしゃってくれてたの自分にね、うん、で、まあ、当時 YouTube で教育なんてことはもちろんなかったしありえなかったことだったんだけど自分は必要になるっていうなんか思いがすごくあったので確信もあったからねで突き進んでまあ、今ありがたいことにその広告収入もねたまたま知人から、まあ、カフェのマスターなんだけどカフェのマスターが教えてくれてそれをそうで1年後に広告収入始めてもちろん最初は全然スズメの涙ぐらいなお金しか入らなかったんだけど、まあ、徐々にこうやってね生活できるようになったっていう流れがあったのでなんで今回これを話したかっていうとなんかみんなにもそれをちょっと覚えておいてほしいなと思っていてみんな、まあ、学生が多いと思うの学生か、まあ社会人何年目とか若い方が結構ダラダラジオ聞いてくださったりとかすると思うんだけどあと親御さんもねあの 自分のお子さんとかに話してくれるなんかネタになったらいいなと思っててその学生の時ってやっぱすごくお金が欲しいよねやっぱお小遣い制だったりお小遣いがない人もいるじゃん俺お小遣いなかった家だったからお金欲しいじゃんすごくそうでやっぱり目先のお金に行きがちなんだよねで、まあ、それが悪いわけじゃないと思うもちろんだって目先のお金がゲットできるんだったらそれはいいよリスクがないんだったらね、それがなんかめちゃくちゃ落とし穴があったらダメだけどさ犯罪に手を染めるとかね絶対ダメだよそんなことはでも目先のお金だから今でバズるみたいな状態ちょっとしたなんか情報で言うとねそれで言うと長続きしにくいんだよねまあ例えがちょっと失礼にはなるんだけどその芸人さんとかの一発屋と言われる方一個のネタでめちゃくちゃグーンっていくんだけどその後持続しにくいみたいな状況って収入面でもすごく起きやすいと思っているの。そう。だから、やっぱり、なんだろう、自分でこれをやりたいっていう確信と、まあ、ある程度のプランニングをつけて、で、かけていってほしい。そこにお金とか、その人がなかなか最初出てこなくても、そこに賛同してくれる人が必ず現れるし、っていうのを、思ってやってってほしいなと思う。もちろん今みんなまだ学生のうちはそのやりたいことが見つかんないんですって方もいると思うんだよね。俺も見つかってなかったから昔。そう。その方はいつか見つかった時にっていうその時のためになんかみんなのなんだろう頭の中のさどっかのなんか引き出しの中に一個入れといて奥の方に詰め込んでも構わないからくしゃくしゃってしちゃっても構わないんで入れといてほしいなって思う。うん。ぜひ人とお金は後からついてくるもの。目先のものに迷わされず惑わされずにみんなの人生を豊かにしていってほしいなと心から思います、はい、で最後におまけというかこれは自分が思ってる意見なんですけどさっき言った人とお金は必ずついてくるっていう中の人の方なんだけど人を、ついてくるため例えば、まあ、人気が出るとかもそうだし応援してくれる人が現れるためには絶対やらなきゃいけないことがありますそれはみんなの夢をいろんな人に公言していくことです口に出していくことネットとかでも言っていくことが大事です非常に大事夢っていうのは口に出すとそれをバカにされたりとか足を引っ張る人が必ず現れます学生のうちで言うと一番はきっと親です親何か言った時にそんなの無理だからやめなさいみたいな、ね、もっと固く生きなさいとかねっていう今ご時世だと言われやすいのでまあ、それが、それを説得するっていうのも一個の人生経験で非常に大事になるのでそれを否定されるのが悪いってわけじゃないとは思うんですけどでも公言していきましょう言わないとみんなあなた自身がどういう思いを持ってる人なのかが伝わらないですそう夢とか目標っていうのはあこの人はこういうことを目指してる人なんだってめちゃくちゃ分かりやすく相手に伝えることができます
私ってこういう性格なのっていう喋るよりも、私ってこういう思いがあって、こういう目標があって、こういう夢がありますって言った方が、この人イコールこの夢を持ってるって分かりやすいです。これはまあもちろん否定されるっていうリスクはあるけども、ぜひ言ってってほしい。人にバカにされてついえる、諦めてしまう夢だったら、そこまでの夢です。横村、そこまでの目標なんです。その人に何か言われても折れない夢、折れない目標っていうのをぜひみんなが見つけて大事にしていってもらえたらと思います。余談ですけど、私がね、名刺持ってるんですけど、俺の名刺は裏に自分の目標と夢を書いてあるんです。はい、それをね、企業の人とかに渡すんで、それを渡すことで、あ、ハイチってこういうことを思ってるんだってどっかで思っててもらったらさ、例えば、まあ一個言うと、俺いつか東京ドームで教育のイベントやりたいの。そう、なんかざっくり思ってるのは、東京ドームをさ3時間自習室にしますみたいなのあったら面白くない？いや面白い、わかんないけど、俺やりたくて、そういうのが、そう、なんか教育のイベントをやりたいの。そうで、それを書いてあって、でもちろんそれを見てさ、ははーって言う人もいるよ、もちろんははって。でもたまに、あ、そうなんですねって、じゃあ実際やるときだったら言ってください、うち協賛出すんでとか言ってくれる人もいるんだよ、企業の人で、お金出しますからみたいな。そうだから言わないとわからない。そう、バカにする人もいるかもしれないけど、そんな人はどうでもいいの、俺にとってみたら。だって別にしょうがないじゃん、みんなに応援される夢なんてないもん、みんなに応援される人なんていないんだから。だからその応援してくれる、あ、すごいですね、頑張ってくださいって言ってくれる人を見つけたいから、そうやって公言してる、名刺という形でね。まあ、みんなが名刺を作れっていうわけではないんだけど、ぜひ応援してくれる人、ね、その人がついてくるためには公言することも大事なので、そこも引き出しの奥の方に詰め込んでもらえたらと思います。はい、ということでね、今回のダラダラジオは、お金は追いかけると逃げていくというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ではまたね、来週喋っていきます。ダラダラジオね、撮っていきますので、よかったらね、またお付き合いください。では今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。